ジョージュニアです。今年はジョーの2021年の作品祭り染めを踊ります。子供がお囃子のために初めて山に上がることを祝う犬山祭りの初山上がり、ジョージュニアもジョーの祭りを受け継ぎます。それでは踊っていただきましょう。ジョージュニアの皆さんです。どうぞ。はい、ご紹介ありがとうございます。よいしょ、マイクを取らせていただきます、ジョージュニアでございます。今ね、この名古屋城会場、実は昨日も参りました。で、何今から喋ろうかなと思ってたんですけど、なんと今チーム紹介してくれた彼女も犬山出身だっていう話で、うちの息子と同じ中学校に通ってたっていう話を聞きまして嬉しくなりました。それからですね、まあ、あの犬山にもお城ございますけど、ご存知でしょうか。なんとなく、うんうんって言っていただきました。ありがとうございます。犬山城がございます。まあ、お城つながりということでね、昨日もちょっとお城の話題を出させていただきましたけども、せっかくね、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。犬山城、お越しになったことがない方っていらっしゃいますか。まだ登ったことがございません。はい、じゃあ今、ちょっと手を挙げてください。ちょっと内訳配って。別にこれ持ってると入れるわけじゃないですけど、せっかくなので、手上げ続けてないと4枚しかないです、ごめんなさい。まあ、これをなんかきっかけでよかったら犬山お越しくださいませ。ジョーの内輪でございます。ちょっと古いのと今年のと混ざっておりますけども、いつかこれを持って犬山に遊びに来てくれたら、特に何の割引にもならないですけど、嬉しいなというだけで本当です。まあ、せっかくなので、ね、そんな形で皆様とちょっとつながりたかった、そんなおネタでございます。何もう一つ余ってる。何待って、それ何？俺の知らないうちわがある。はどっから連れてきたそれ。まあ、差し上げな、手挙げてくれてし、うちのじゃねえ。何のうちわだろうあれ。よかったら、犬山に来てください。ね、なんだろう、もう一個ぐらいちょっとなんかくじかれちゃった。僕こうやってマイクでいつも、お祭りの、紹介しながら子供たちと一緒にね、踊りを盛り上げるためにマイクで喋っております。その中で僕よくワッショイという言葉を使うんですけども、ワッショイの語源皆さんご存知でしょうか。ちょっと何年か前にテレビで見たんですけど、和を持って、和を背負うっていう言葉から来ているそうです。和というのは平和の和で、皆さんと一緒につながる和で、それから日本を探す和で、なんかいろんなもので、背負っていくっていう、まあ、祭りの文化っていうのがそういう形なんだろうっていうところから、和しおいてつながってるって僕は解釈しております。せっかくですのでね、この暑い中見ていただいている皆様と和を持って一緒にこの会場を背負っていきたいと思いますので、元気いっぱい踊ります。皆さん最後までご声援よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。それでは参りましょう。ジョージュニア祭り染めでございます。いきます。犬山城ソン。さあ、犬山に伝わる儀式から皆様と一緒に輪を持って進んでまいります。ゆい。待ちに待った祭りの日、僕らもやっと。さあみんな、祭りやろうか。 T シャツのともに、よいしょ。さあ行きましょう。空を追っちょい。さあ残っていただいてありがとうございます。犬山から来ましたジョージュニアでございます。祭りを、はい、祭りをつなぎます。そして皆様と和を持って和っしょいでございます。参りましょう。祭りと、ほら、ゆい、と、さあ最初のが井上さんとホルホルルヤは十字架吐きよ。ちょいと長めによっこらさーん、よっ、さあ、さあ
たくさんのカメラが向いておりました。ありがとうございます。今日の思い出、ぜひ SNS に送ってください。ハッシュタグはひらがなでジョージュニア、ひらがなでジョージュニア、お待ちしております。ありがとうございました。